はい、どうも、ゆっきーでーす。今日は、こちら、無鉄砲。日清の無鉄砲という、ラーメンを、食べていきたいと思います。こちらは、どこだ？ローソンかな？ローソンで売ってました。濃厚豚、豚骨ラーメン。豚のコクと旨味のやみつき濃厚スープ。だって。あ、多分辛いとかじゃない。これ、あの、辛さとか多分ない。ないですね。おそらく。濃厚、豚骨。豚骨な。豚骨もまあ、でも、あんま食わないよね、豚骨はね。うん、こちらが、京都にある、ラーメン店。国産豚骨と水だけで作る、濃厚豚骨スープが特徴の人気ラーメン店だそうです。なるほどね。まあでも、あれだよね。うん、豚骨は、ほとんど食わねえな。うん。いただきまーす。あ、すげえ。うん。あ、なんか麺が、あ、しっかりしてる。なんか、生麺っぽい。うん。うん。豚骨か。久々に食ったな、豚骨ラーメン。すげえ臭い。うん。うん。あの、コシがある。麺が。まあでも俺そんなに豚骨好きじゃねえからな。一番好きなのは、だって醤油と味噌と、塩と豚骨ぐらいでしょ？あるとしたら。俺多分、カップラーメンとかで行けば、あの、塩が一番好きですね。うん。まあ、時点で、味噌かな。でも、カップラーメンのね、味噌のやつはね、大体クソ薄いんだわ。で、店とかで食べるラーメンだったら、味噌が断トツで美味しいと思います。濃厚で。ただカップラーメンとか、あの、インスタントラーメンだと、あの、塩ははっきり言って外れがないんだよね。うん。未だにあの、外れたことがないね。あれは。うん。うん。で、大体味噌は、あの、インスタントラーメンだと、ほぼ確定的に、あの、薄すぎて、あの、ひどい。うん。だから、まあ、インスタントラーメンでいけば、やっぱ、塩か醤油。当たり外れがほぼない。違う、当たりしか大体ない。外れることはほぼないんで。でも店だと圧倒的にあの味噌の方が濃厚で、
濃厚で美味しいんですよ。でもこれ不思議だよね。なんで豚骨ラーメンっていうのはあるのに、あの牛骨ラーメンはないんですかね。鶏ガラがあるか。なんでないんだろう。じゃあ、鶏ガラっていうのはそもそも鶏の骨から出たやつなのか。あ、あれありますね。ケンタッキーの食べ終わったあの骨を、適当に割って、割るかさ、切って、で、茹でて、美味しいですよ。ケンタッキー。まあ、ケンタッキーじゃなくても、普通に鶏の、手羽先とか、手羽元とかさ。あ。あ、やっぱ鶏ガラっていうのは鶏の骨らしいですね。いわゆる鶏骨か。じゃあなんで豚はあるの、牛骨はないんだろう。牛骨ラーメンマタドールだって。あるみたいだけど。でも、いまいちあれだな。パッとしねえな。いや、食ったことないわ。牛骨。あ？なんか。気のせいか。鳥取県では牛骨ラーメン食べてるらしいですよ。へぇ。いや、鳥取県ではって、だから普通に考えたらおかしいよね。だってね。値段が高いからかな。いや、わかんないな。だって普通だったらさ、ねえ、豚骨と来て、鶏骨と来たらお前、牛骨だろみたいな感じあるよね。じゃあなんでこれ鳥取しか売ってないんだろう。鳥取牛骨ラーメンって。牛骨ラーメンなんて食ったことねえな。やっぱあれなんじゃねえ。牛はやっぱ高いからじゃないの？牛骨ラーメン。あ、一応あるな。東京にも食えるとこ いくつかあるけど。ああ。牛骨ラーメンだって。食ったことねえな。見たこともないね。やっぱ牛ってやっぱ高いからじゃないの、物理的に。値段が高いからさ、元取れねえんじゃねえ。あ、濃厚。とろみがあるね、これね。
鳥取のご当地。鳥取も行ったことないけど。死ぬまでに、一回行きたいね。鳥取のあの砂丘ね。うん。砂漠もだから行ったことないから、手軽に味わえる、手軽に楽しめるあの鳥取砂丘。ね。砂漠気分をね。味わってみたいよな。有名なんだと、このマタドールっていう、牛骨ラーメンマタドールっていう、のが出てきますね。ああ。うん。でもこれちょっと食ってみねえな。近くにあるし、北千住のあたりあるな。ちなみに値段が、うわ、たっけ。贅沢焼き牛ラーメンが1000円。で、贅沢牛焼きラーメンが1050円。ラーメンに1000円とか出したくねえんだけど。ね。一番安いやつで800円ですね。それでも高いと思ってしまう、この俺。うん。一番、安いので、800円。マタドール。マタドール。メニュー。よくわかんないな、これな。どれが牛骨ラーメンなのかもよくわかんないんだけど、なんか、醤油ラーメンっていうのがあるんだけど。あと、塩ラーメンっていうのもあって。これは多分牛骨使ってないな。どういうことだ、これ。だって、塩ラーメンって書いてあるんだけど、牛骨じゃねえじゃん、これ。
どれが牛骨ラーメンなんだこれ。いや、もしかするとすべて、塩ラーメンと書いてあるけど、塩プラス牛の骨かもわからんな、これ。わかんねえな、これ。贅沢、焼き牛ラーメン。まあでも、これは間違いなく使ってんだろうな。値段高いしな。あ、でもやっぱりラーメン、醤油ラーメンって書いてるけど、塩ラーメンも多分これは牛骨使ってるんだな、これ多分。おそらく。これ混ざりきってね。うわ、そこの方に混ざりきってないスープがあった。これ別に、三つ星、ご視聴ありがとうございました。